アストヒクはアルメニアで先史時代初期にアストヒク、一般にはアシャ、またはアストヒク、アストリクと呼ばれる異教の神として崇拝されていた愛と豊穣の神である。後に天上の光の化身、戦神バハ群の妻、恋人とされた。伝説によるとノアの娘とされている。異教紀後期に愛と美貌と水源と湖の神となった。すべての神の父アラマズド、チボシン・アナヒットと三位一体としてパンデオンで建て祀られた。ヘレニズムから影響を受けた期間では、ギリシア神話のアプロディーテやメソポタミア神話のイシュタルと同一視された。彼女の名前を短くすると、アルメニア語で隣、星を意味し、インドヨーロッパ祖語の HSTR を介して、サンスクリット語の STR やアベスター語や、英語のスター、ラテン語と、イタリア語のアストロステラ等の同根語である。もともとは7月中旬にアストヒクの祭りとして行われていたが、現在もイースターの14日前、主イエスの変容の祝日として執り行われている。この日は、キリスト教布教以前のように、バラが飾られ、鳩を放ち、誰彼構わず健康と幸運を願い水を掛け合う。バラが飾られる理由は、バハ軍にバラを送った祝い、戦いで怪我をしたバハ軍のために、花が咲き乱れる道を裸足で駆けつけ、その際の怪我から流れる血で、バラが赤くなったためなど諸説ある。鳩を放ち、水をかける理由は、ノアの大洪水を生き残った幸運を祝うため、大洪水を忘れないため、水が汚れの浄化と癒しを与えるためなどの理由が伝えられている。アストヒクの祭りとされているが、キリスト教の祝日となった現在では、アナヒットの祭り、もしくはどちらの神の祭りか不明とされるなど混乱が見られる。アルメニアンミソロジーフロムザツアー、アルメニアサイト。2014年7月12日閲覧。ウェルカムアルメニアハットディトック。アルメニア観光情報局水の祭りアルメニアの祭りバルテバアーカイブド2014年7月14日、アットザウェイバックマシン、アーカイブされたコピー。2014年7月15日時点のオリジナルより、アーカイブ。2014年7月14日閲覧。ありがとうございます。